Google、今日勝てると思う？すみません、うまく聞き取れませんでした。いや、お前聞いてんでしょ？聞こえてんでしょ？ねえ、Google。ねえ、Google。今日私勝ちたいんだけど、どうすればいい？すみません、よくわかりませんでした。ねえ、Google。わかんないんだったらいいや。猫のモノマネやってよ、猫のモノマネ。はい、猫のモノマネをやってみます。にゃおにゃおにゃー、にゃー。もうちょっと練習が必要みたいですね。ね、グーグル。あんまりうまくない。ね、グーグル。オッケー、グーグル。北斗の剣やって。アシスタント百裂剣。あたた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 たの言う通り金を稼ぐしかない少なくとも今日生き延びるためにお前の ね、揚げ物はね、ギャンブルの定番はね、揚げ物っすよ。揚げ物食べないと体持たないもんね、本当に。本当。おにぎりも種類がありますね。おかか、梅、昆布、鮭。あとこのカップラーメンとかあるのもありがたいよね。寒い時とかってさ、やっぱカップラーメンとか食べたいもんね。そして大将です。おはようございます。はい、あの今度演歌を歌ってください、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、で、あのうわー、これは割れてるよな。これすっごい割れてるわ、難しいんだわ。思想が良かったのが中山選手、7号車ので、あとは8号車の若い選手だ、78で売れてますと。で、あと1号車本田選手が残るんじゃないかっていうことか。
さっき勝ってで今度また勝つって私の経験上ないんだよね。2レース連続で当てるとかって。いや結局勝っちゃったわ。そう勝っちゃいました結局。さっき考えてみたら7000円、6000円ぐらいしか勝ってないんだよな。そう5775、もう絞りすぎって話なんだけど、もうだって分かんないもん。なんかでも中山選手は来るだろうっていう、あとはもうすごく薄い根拠なんだけど、さっきはガチガチの本命で決まったから次は荒れるんじゃないかなっていう。足んねえかな。もうとにかく中山選手と掛川選手が来てくれなかったら終わるから。5775、ギャンブルは始まるまでが天国。さあいよいよ第10レースが始まります。5号車掛川選手、7号車中山選手、頑張ってください。お願いします。私連勝したいです。お願いします、お願いします、お願いします。ランプが消えます。スタートまでは3秒を切りました。さあ第10レースの掛川感じだけど、なんか逃げちゃう感じだわこれ。あー全然ダメだこれ、なんだこれ、全然ダメだこれ。あー勘じゃなかったなこのレース。あーダメだダメだこれ、ダメだわ。なんかもう騒ぐ元気もないわ。あもう2周回じゃ無理だわこれ。あダメだこれ。あなになな、あらららららら、なんだこれ。もうあおお抜いた抜いた、2号車が抜いた抜いた抜いた。さあレースの進行です。先頭2号車柴山、続いて8号車若井、1号車の本田が続きます。あすごい、さあこのまま行くと2番の柴山の決着です。さあ最後のコーナーです。柴山8号車負けた、そして1号車おーっとここで中山キャットが負けました。2番柴山、2着8番中井、3着7番中山、以上第11レースでした。あー負けたわ。あー買わなきゃよかったな本当。あすいません、視聴者の方にお会いしました。ありがとうございます。いつも見てくださってるそうでありがとうございます。今のレース勝ったそうで。勝てました。あちょっと当たり車券見せてもらっていいですか。私外れたんで。1000円しか買ってない。1000円しかね。えでも1000円でも相当じゃないですか。いやすごいじゃないですかこれ。すごーい。お姉さんも取って次。負けちゃいました。視聴者の方撮ってたわ、すごい。1000円しか買ってないけどっておっしゃってましたけど、え相当ついたんじゃないですかね。し負けたわこれ本当。ふざけんなよ本当よ。あ買わなきゃよかったな。もうこれあでも1000円だからまだいいか。1000円ならまだマシだよね。さてとまたあいつのとこに行かなきゃいけない。またあいつのところだよ本当。ゴミ箱また来たぞお前のとこにも。
今年はお前のとこに来なくて済むと思ったのに、もう寒いからさ手が真っ赤になっちゃった。悔しい。